ナンバーアンダーライン I 初登場エルジャポン特別号で明かされた秘密とは創刊35周年エルジャポンが明かす過去と未来のファッションストーリー2024年6月28日ファッション誌エルジャポンは創刊35周年を記念する特別号を発行しましたこの号には特に注目すべき点がありますそれは 人気急上昇中のアイドルグループナンバーアンダーラインアイが初めて表紙を飾るということですエルジャポンの8月号では通常版と特別版の2種類があり特別版は A バージョンと B バージョンの2つのバリエーションが存在します両バージョンの違いは表紙の写真のみでありどちらも同じ内容を含んでいますが特別版には L 面特集のページ数が通常版よりも多く 13ページにわたってナンバーアンダーラインアイの魅力が紹介されています。この特別号の背景には、日本のファッション文化におけるエルジャポンの重要な位置づけと、ナンバーアンダーラインアイの急成長が深く関わっています。エルジャポンは長年にわたり、ファッション業界のトレンドを牽引し、多くの読者に影響を与えてきました。一方、ナンバーアンダーラインアイはデビュー以来、 その斬新なスタイルとエネルギッシュなパフォーマンスで多くのファンを魅了し、瞬く間にトップアイドルの仲間入りを果たしました。この特別号の発行に際し、l ルジャポン編集部は、No.1&i のメンバーそれぞれの個性を最大限に引き出すために、様々な撮影手法を取り入れました。A バージョンの表紙では、モダンでクールなイメージを強調し、一方 B バージョンでは、 より親しししみやすくカジュアルな雰囲気を醸し出していますこのような多様なアプローチにより読者はナンバーアンダーライン愛の新たな一面を発見することができるでしょう特別版にはナンバーアンダーライン愛のメンバーが自身のファッション感や今後の目標について語るインタビューも掲載されています例えばリーダーの湯とはファッションは自己表現の一つであり自分自身を知るための手段と語っています また、メンバーのひなは、ファッションを通じて人々に勇気やインスピレーションを与えたい、と述べています。これらのコメントからもわかるように、ナンバーアンダーラインハイのメンバーは単なるアイドルにとどまらず、ファッションを通じて自分たちのメッセージを伝えたいという強い意志を持っています。さらに、この号ではパリジェンヌのライフスタイルや最新のトレンドについても詳しく紹介されています。 エルジャポンが長年ににわたたってて築きき上げてきた信頼と影響力を背景にパリジェンヌのエレガンスや洗練されたファッションセンスが余すところなく描かれています特に最新のパリのアドレスブックは現地のホットスポットやショッピングエリアを網羅しており読者がパリを訪れる際の貴重なガイドとなるでしょうまた創刊35周年を記念してこれまでの歴史を振り返る特集も組まれています エルジャポンが日本のファッション誌としてどのように成長してきたかその過程でどのようなチャレンジがあったのかそして未来に向けてどのようなビジョンを持っているのかが詳しく語られています例えば1989年の創刊当初海外のファッション情報を日本に紹介する役割を担い日本の読者に新たな視点を提供しましたその後時代の変遷とともに日本独自のファッション文化をも取り入れ 独自のスタイルを確立していきました。35歳からのビューティーメソッドも、この号の見どころの一つです。年齢を重ねることで変化する肌や体のケア方法について、美容の専門家たちが最新の情報と実践的なアドバイスを提供しています。これは、年齢に関係なく美しさを追求するすべての女性にとって、非常に有益な内容となっています。この特別号の発行により、 エルジャポンは再びその存在感を強く示しましまたファッション誌としての枠を超え文化やライフスタイル全般にわたる深い洞察を提供することで多くの読者に支持され続けています特に今回のナンバーアンダーラインアイの登場は新しい世代のファッションアイコンとしての位置づけを確立する重要なステップとなるでしょうこのようにエルジャポンの8月号は多くの注目ポイントとともに ファッション界に新たな風を吹き込んでいます。特別版の表紙を飾るナンバーアンダーライン愛の魅力、パリジェンヌの洗練されたスタイル、そして創刊35周年を迎えるエルジャポンの歴史と未来への展望。これらすべてが詰まった一冊は、ファッションを愛するすべての人にとって必読の内容です。最後に、この特別号が読者にどのようなインスピレーションを与えるのか。 そしてファッション業界にどのような影響を与えるのかについて考えてみましょう。ナンバーアンダーラインアイのメンバーが示すファッションの多様性や自己表現の大切さは、多くの人々に新たな視点を提供するでしょう。また、パリジェンヌのライフスタイルを紹介することで、読者は自分自身のスタイルを見直し、より洗練された生活を目指すきっかけとなるかもしれません。あなたはこの特別号を手に取ることで、 どのようなインスピレーションを受け取りましたかナンバーアンダーラインイの新たな一面を発見し、自分のファッションに取り入れるヒントを得ましたかそれとも、パリジェンヌのエレガンスに触発され、日常生活に取り入れるアイデアが浮かびましたかぜひ、あなたの感想や意見をシェアしてみてください。ファッションを通じて広がる世界の可能性は無限大です。そして、エルジャポンのような存在が、 その旅をより豊かで刺激的なものにしてくれることでしょう。エルジャポンの特別号を通じて得られるインスピレーションは単なるファッションの枠を超えて読者の日常生活や価値観にも影響を与えるでしょう。ナンバーアンダーライン・アイの特集では彼らのパーソナルスタイルやファッションに対する考え方が詳細に紹介されています。例えばメンバーの会が語るファッションは心の状態を反映するものという言葉は 多くの読者にとって共感を呼ぶものでしょう。彼の言葉通り、ファッションは単なる外見を飾るものではなく、自分自身を表現する一つの手段であり、内面の状態を反映するものです。また、パリジェンヌの特集では、彼女たちのライフスタイルやファッションセンスが紹介されており、日本の読者にとって新たな発見と学びの機会となります。特に、シンプルでありながらエレガントなスタイルや、 ライイフスタイル全体にわたる美意識は多くの人々にとって魅力的です。パリジェンヌの美学に触れることで読者は自分自身の生活を見直しより洗練されたスタイルを目指すことができるでしょう。創刊35周年を迎えるエル・ジャポンはこれまでの歴史を振り返りながらも未来に向けて新たな挑戦を続けています。編集長のインタビューでは これからも読者に新しい視点とインスピレーションを提供し続けたいという強い意志が語られています。この言葉からもわかるように、エルジャポンは常に進化し続け、読者の期待に依頼ながらも、新しいトレンドやスタイルを提案していくことでしょう。35歳からのビューティメソッドに関する特集も、多くの女性にとって非常に有益な情報を提供しています。 年齢を重ねることで変化する肌の状態や体のケア方法について専門家たちが最新の情報と具体的なアドバイスを提供しており読者はこれを参考にして自分自身の美容法を見直すことができるでしょう例えばアンチエイジングに効果的なスキンケア製品や体の内側から美を保つための食事法など実践的な情報が満載ですこの特別号のもう一つの注目ポイントは パリの最新アドレスブックですここでは現地のホットスポットやショッピングエリアカフェやレストランなどが詳しく紹介されており読者はパリを訪れる際の貴重なガイドとして活用することができます。これによりパリの魅力を存分に楽しむための情報が提供され読者は新たな発見と経験をすることができるでしょう。